ちの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日のゲストはトカチ農業改良普及センターの藤田千佳子さんです。藤田さんはですね、福岡県出身で帯広畜産大学への進学を機に北海道に来られたんですけれども、卒業後は農業改良普及員として道内各地ですね、いろんなところでお仕事されて、去年より転勤で十勝に戻ってこられたっていうんですかね。その十勝農業改良普及センターの担い手主査としてお仕事されています。プライベートはですね、小学校2年生の男の子のママでもあって、で現在は中札内に住んでいるそうなんですけれども、藤田さんはですね、普及員さんって農家さんのサポートをするという役割の方だと私は認識しているんですけれども、サポーターとしてもすごい熱いものを持っていて、普及員というお仕事がそもそもどんなお仕事なのかっていうことだったりだとか、あとこれからの酪農業がどうなっていったらいいかなっていう話とか、すごい興味深くて熱い話ができたので、ぜひお話楽しみにしてほしいと思います。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今藤田さんが取り組んでるお仕事の中に私が気になることがあるんですけど、どんなことをやられてるんですか？はい、これはですね、普及センターとしては多分十勝独自でやってることなんですけど、帯広には帯広刑務所がありますよね、はい、でそこで国の事業なんですけど、農業モデルっていうのが今取り組まれていて、うん、で帯広刑務所に、入っている人たちが、まあ、出所した後の就職先として農業をやる、まあ、就農するっていうことだけではないんですけど、うん、こう農業に携わることができないかということで、うん、帯広刑務所の中で農作業をやってるんですよね、うん、でその主にその農作業自体は刑務官の方がちゃんとそういう担当の人がいて教えてるんですけど、うん、去年から農作業は教えられるけど、うん、この農業で食べていくためにはどういうやり方があるのかっていうのを、もう生業としての農業っていうのを講話で喋ってくれないかっていうふうに言われて、うん、で私ともう一人職員がいて話をしてるっていうのを始めてます。でその農業モデルっていうのは、まあ、最初は農作業機に使 こう部品を組み立てるっていうところから始まって、うん、でその次のフェーズに行ける人がこうふるいにかけられて、うん、まあ、農作業に移って、うん、でまたそこからちょっとふるいにかけられて、実際に農家さんで作業させてもらって、で、うん、雇い主さんとのマッチングがうまくいけば、そこから、うん、まあ、農業に携わる仕事に就くっていう、そういう絵を描かれているモデルですね。へえ。いや、ただね、本当に今酪農で言っても、ね、もう人手不足はもう深刻な問題になってるし、うん、やっぱコロナ禍でその外国人研修生が来れなくって困ってるっていう話はもうどこでも聞く話で、でやっぱりね、そうなると人がいないと、で
経営主さんというかそういう人たちがもうすごいフル活動でやらなきゃいけなくって、そういう意味では本当にうまくマッチングしたらっていうことなのかもしれないですけど、うん、受け入れてもいいよとかそういうのにちょっと興味があるよっていう農家さんを今探してるって感じなんですか？そうですね、まあ、私が探してるというわけではないんですけど、うん、その刑務所の中でやっぱり就職先として候補がいくつもあれば助かるなっていうところで、うんうん、まあ、実際農業を、ね、新たに始めるっていうのは難しいと思うんですけど、うん、そういう、こう大きな法人さんとか、うん、あと十勝にはまあコントラクターとか、うん、TMR センターとかいろいろ支援組織があるので、うん、そういうところもこう視野を広げながらですね、うん、そうですね、全部全てがこう農業現場といえばみんなそこには当てはまる感じですね、うん、そうですね、うん、で割と中で大徳取ったりとかっていうのもあの条件が合う人はそういうこともしてくれてるので、うん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 、まあ免許は最初からありますよっていう状態 で、うん、で例えばあの大きな作業機を扱うようなところに就職するっていうことが決まれば、うん、あの重点的にそういう練習をさせてくれたりとか割とこう柔軟に対応してくれてるっていうところがあるので、うんうんうん、まあ、一つ紹介したいなっていうのを思ったのと、うん、あと北海道の人ばっかりではないんですよね、本州から来てる受刑者の方が多くて、うんうん、でやっぱり農作業はしてるんだけど、うん、その農業で食べていくっていうイメージがなかなかやっぱ皆さん湧かないっていうことで、まあいろいろ私も講話の中でお話をさせてもらって、うん、一応感想としては北海道ってどこででも何でも同じものを取れるって思ってたけどやっぱそうじゃないっていうことが分かったりとか、うん、と農家さんの一日がどういうことをしてるのかとか、うん、そういう支援組織があるっていうのをやっぱ初めて知りましたっていう声が上がったりしてるので、うん、まあ十勝でね就職っていう形で農業に携わる人が、まあ、1人でも2人でも出てくればいいなと思いますけど、うん、そうじゃない場合にも、うん、まあ、北海道の十勝ってこういう農業をしてるんだっていうことを知ってもらって、うん、就職した後には一消費者になるわけなので、うん、これは十勝で作られてるものなんだっていうことを感じながら、うん、こう食べてもらえるとまた1人ねファンが増えればいいなっていうような気持ちで、うんうん、今はこの仕事に携わってます。 それこそ本当につなぐ役目ですよね。そうです、もう新たな担い手になってくれれば一番いいなって思いますけど、うんうん、まずね知ってもらって、うん、そうですね、うん、私もそういうところにいるんだっていうかね、十勝の人間としてみたいな感じで、そうですね、うん、なんか身近に感じてくれたりしたらね、そうそうそう、いいかもしれないですね。そうですね、へー、それから広がっていったらいいなというふうに思いますね。そうですね、広がりが本当に出てくると、うん、嬉しいなと思いますね、うん、面白い話でしたね、はい、ありがとうございます。トカチウーマンフロンティア、今となってはねもう藤田さんも働くママですから、そのママとしてこの今の普及のお仕事を続けていくっていうのって、うん、やっぱり大変ですかね。うん、大変じゃないとは言わないですね。だって週末はお休みってはあるけど、ね、はい、祝日とか、そうですね、あの暦通りのお休みですね、うん、ただその平日とかでも、まあ、子供を学校に送り出して、うん、送り出して、まあ、同時にほぼ同時に出てきて、うん、で早く帰れる時はまあ早く帰るし、うん、学童ギリギリまで仕事が終わらないと。学童はお迎えに行くってことですか？お迎えですね、今ね、うん、6時ぐらい6時半とか、どうしても帰れない時は、うん、あの同じ職場に一つ上のお兄ちゃんを持つお母さんがいるので、うんうん、ちょっとごめん帰れないから頼むわって言って一緒に連れて帰ってきてもらったってこともあります。学童的にはありなんですか？学童的にはね、もうね、泣かさつない素晴らしいんですよ。そこら辺の人間関係ちゃんと分かってて、あの連れて帰りましたら、あーどうもって言って、あ、助かりますね、ちゃんとなんか今結構こううるさいというかあるじゃないですか。そうですね、いろんな心配はあるんだけど、うん、村の安心感っていうかすごく私は助けられてますね。あ、でも中札内はもうすごく住みやすい、住みやすい村ですか？子育てしやすい、なんか近所の人みんなうちの息子のことを知ってくれてる感じで、うん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 、あ、あそこの家の子ねみたいな。あ、結構温かい感じ。温かい感じですね。うん、あの犬散歩してるおじちゃんとかも、うん、息子がね初めましてなのにこう普通に話しかけてったりするんですよ、うちの子、うん、それでも、うん、あ、この辺の子かいみたいな感じで普通に喋ってくれて、なんかそういうことのこう積み重ねで、うん、子供も成長してってるので、その地域としての子育てみたいなものですよね、うん、そうですね、もちろん職場の人たちの理解があってこそなんですけど、うん、そこら辺は私ずっと恵まれていて、うん、ね、みんな
心配して早く帰った方がいいんじゃないとか、うんうんうん、いろいろ声をかけてくれるっていうのもあるし、うん、恵まれてますね。大変だって言ったけどめちゃくちゃ恵まれてますいやそれはもう普通人柄ですから仕事に向かう姿勢がこうやっぱ素晴らしいっていうのがあるからお互いにサポートし合ってっていうことになるんでしょうね、うん、きっと。そうですね。だからまあ子供がねもっとこう大きくなって、うん、でこう自分が助けられる側になったらやっぱりね、うん、恩返しなきゃいけないなと思います、うん、それこそそういう時にこうお子さんが小さい人がね、うん、お仕事やってる後輩がいるかもしれないですね。そうですね、うん、やっぱそういう人たちはやっぱ今頑張ってね子供いない時期に頑張って仕事をしてる人たちが、うん、やっぱり子供が生まれたからっていう理由だけで、うん、仕事を辞めるということはしてほしくないなと思ってるので、うん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 、そこは制度的なものももちろんそうですけど、うん、事務所のね一人の仲間としてサポートできるところはね、うん、絶対してあげなきゃいけないなと思ってるし、公務員だからって言ったってでもあれなんですよね。やっぱり仕事長くなるときは長くなるし、うん、お休みはお休みとしてあるけどでも自分のやらなきゃいけない仕事は変わらないわけで、そう、そうですね、その時間内にどうにかしなきゃいけないのは変わらないですよね、うん、変わらないですね。休みがあったとしても、そうですね、結構私たちの仕事って自分で決められる部分が多くて、うんうん、自由度としては高いんですよね、うんうん、だからその分やろうと思ったら何ぼでも仕事あるっていうか、 あれもこれもこれもやっといた方がいいかなみたいな、うんうんうん、そう、精度を高くするとか、うん、まあ、ちょっと範囲を広くするとかって、うん、担当地域はあったって担当する人がどれぐらいいるかなんてその人次第ですもんね。仕事を見つけてきてっていう場合もあれば、うんうん、そうやってなんかグループからちょっと勉強会やってって言われたら、うん、それはそれで個人で受けてやらなきゃいけないとか。そうですね、まあ、一応報告というか、まあ、今ね担い手の仕事なので、まあ、管内のそういう業務の調整っていう部分が多いんですけど、うんうん、それ以外にも仕事をね作ってきちゃうっていうか、やりますよって言っちゃうんですもんね。そうねできちゃうからやりますよって。いやできるかどうかわかんないけど、だってそんなやってって言われてんのに断る理由はないよねっていう。ああ姉子ですねそれでね時間なくなったらどうしようもないので、うん、やっぱり仕事の仕方っていうか優先順位のつけ方とか、うん、そういうのはね子供が生まれてからまあ変わりましたね。なんぼでもやっぱ時間があるわけじゃないから、うん、その限られた時間の中でこなしていくというか、そうそう、こうやっていく仕事のその順番を決めるというか、そうですね、どこやったら効率よくいけるかっていうこととかっていうことですよね、うんうん、そこはねすごい考えて、もうつくづく失礼なことをしたなと私は思ってますけど、なんか、ね、なんで最初に来てくださるっていう時間をすっかり忘れててめっちゃ仕事してたんですよね私。いやいやいや、え今日何でしたっけみたいな感じで言ったら、あ思い出したみたいなひっつい格好してて仕事がやっぱり一番だから。いやいやいや、農家さんはね農業っていう仕事が一番なの で、 いやでも、ね、そこは優先してもらって全然。いやでも そすっかり忘れて、なんかあったんだよなこの日って思ってただけで、うん、そしたらなんか来る日って覚えてなくて、はぁって思ったんですよね本当しまったって思った。いやでもその後ねそれを補ってあまりあるこう楽しい話を聞かせていただいてすごい立ち話めちゃめちゃ大事いい時間でしたよでもそうやってこういろんなこと話しやすい方でもあるから、だからそれですごいね的確な助言をしてくださったりするんですよ。もう、はい、そうですか、はい、なのでそれが私もこういうの好きだよってこう褒めてくれるというか、その仕事のやり方だとかこういう風に取り組んで今こういう風になったんですみたいな話をした時も、うんうん、そう私こういうのやり方結構好きだよみたいな感じで言ってくれたりとか、すごい嬉しかったし楽しかったです。あそれは良かったです、はい、いやまたぜひ、はい、ぜひぜひ。そもそもその福井のお仕事を選んだきっかけって何だったんですか？大学在学中に資格は取ってたんですよね。あ、はいはいはい、卒業する前の年に資格は取ってて、うんうん、で本格的に普及員になるかどうかっていうのは、うん、全然こうあんま考えてなかったんですけど、うん、とにかくこう外に出る仕事がしたくて、うんうん、中にずっとこう事務所の中に、そうずっといてパソコンに向き合ってっていうことじゃなくて、うんうんうん、まあ、外に出る仕事がしたいっていうのと、うん、あとはそうですね、いろんな会社の総合職的なやつも調べたりはしたんですけど、うん、やっぱその当時まで結構言われてたのが、うん、総合職で女性は取らないよとか、うんうんうん、女性はね、うちは割と結婚したら辞めるよねみたいな、うん、辞めなきゃいけないわけじゃないけど辞める人多いよねとか、うん、そういう話があって、うん、で、まあ、就職的には厳しい時期ではあったんですけど、うんうん、制度上はとりあえずは男女の差がないっていうところで、
いやじゃあ公務員だなと思って。うん、意外なんですよね。すごいこう独自の道を行きそうな雰囲気がする。え、私的には。独自の道、自分の道とか、その別に公務員とかじゃなくてってこと。じゃなくてっていう。ああ、でもね、そんなにね自分を過信してないです結構あの型にはまった仕事はあまりやらないタイプな気がするから。それはね、農家さんからは言われますね。うん、ね、アウトロー的な感じの動きはしてるようなことは言われるけど、うん、まあでもね、それを許してくれるんですよ、普及という現場はその辺の若干の自由度というかってことですね。そう、自由度はね、かなり行政の人とは全然また違った自由度がありますよね。うん、まあ、もちろんこういう風にしなきゃいけないっていうか、うんうん、こういう風に私たち仕事しますよっていう、こう流れはあるんですけど、はいはい、その中でこう最大限にその幅を行ったり来たりするか、うんうん、まあ、ど真ん中行くかっていうのはいろいろなやり方があっていいと思うんですけど、多分こう幅をいろいろね、幅を聞かせてねそうですね、あっち行ったりこっち行ったりは多分ねしてるんじゃないかなと思いますけど。うーん、まあでもね楽しいですよ。あ、本当ですか。楽しいよ、もう本当におすすめします。それでその現場の人の話も聞けてっていうこともそうだし、うんうん、私はそこまで酪農がいいっていう風になったきっかけも筑大に行ったからとかなんですか。そうですね、入る時は逆にその酪農以外は考えてなかったです、担当として。まさかそんな他の担当になるなんて。あ、普及員になるならっていうことですか。そうそうそう、当然酪農の担当にしてもらえるんだろうぐらいの、なんか全然よく分かんない。ああ、そういう感じだったんですね。でも結構みんななる人はなる人、そんな風にそんなにあまりなく、そんなにね甘いもんじゃないんだけどいやだからね、何も考えてなかったの。担当だったらどうしようとか言ってる人とか。そうそう、だ実際だから同じ研究室の後輩で、うん、牛のことずっとやってたはずなんだけど、うん、米担当になっちゃったっていう子もいるし、うんうん、本当ね、畜大出たからってね牛担当になれると思うなよっていうって多分当時のね、うん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 、上の人たちは言いたいと思うけど、全然そんなこと私考えてなくて、うん、絶対なれるってなんか思ってたんですよね。その強さも大事なんですよ、強く思うということも大事だということで思いが通じてあの、そうですね、浜中にね行かせてもらったりとかもしてるので、うんうんうん、いやだからね本当にね人に恵まれてねここまで来てるんです。いやー、それも引きつけてるわけですからね、わがままだったんだろうなって。いや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 トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。 JA 本別町からのご案内です。豆の加工品というと甘いというイメージがあると思いますが、そのイメージをガラリと変えたくて開発したのが大豆の燻製、豆まんま大豆くんです。大豆一粒一粒を丁寧に燻製し、豆とは思えない食感と味に仕上がっている大豆の燻製です。今までは地元渋谷醸造のめんつゆで味付けした醤油味でしたが、2月からは新商品ブラックペッパー味を発売します。ポケットに収まる食べきりサイズの1袋 30g 入り、真空パックにしているので商品も美味しさもギュッと詰まっていますが、開封してほぐしていただくと商品も美味しさも広がります。それでは開封したものがここにありますので、いただきます。うんうん、燻製の香ばしい香りとブラックペッパーのパンチのある辛さがお豆とマッチして癖になる美味しさですね。大豆も小粒でちょうど納豆くらいの大きさでしょうか。お醤油が染みていて、少し固めに茹でてあるので、おつまみとしても、またサラダに加えるアクセントとしても美味しいと思います。癖になる味、ぜひご賞味ください。
JA 本別町豆まんま大豆くんの取扱店は、本別道の駅 A コープ本別、ハピオ、日向のマルシェ、陸別道の駅などです。新商品豆まんま大豆くんブラックペッパー味、発売は2月上旬の予定です。新しい味の追加でパッケージも一新します。最後に JA 本別町からジャガリスナーへプレゼントです。ただいまご紹介した豆まんま大豆くんブラックペッパー味2袋と醤油味1袋、そして大豆チップスソイカリ1袋をセットで10名様にプレゼント。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を明記の上、件名に JA 本別町大豆くん希望として、ジャガアットマークジャガドット FM までご応募ください。プレゼント応募の締め切りは2月2日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。 JA 本別町からのお知らせでした。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号01558-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料、トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。